今度こそ星5出たらいいな。誰狙いだ？今回は春人さんを狙っていこうと思います。どんなキャラだ？まずは断層の霊人、かな。はっきりしないな。実は弟さんはすでに入手済みです。どうやって入手したんだ？イベントをクリアすると簡単に入手できますので機会があればぜひ挑戦してください。で、そいつは強いのか？微妙ですが鉄砲で攻撃します。遠距離攻撃なので支援でなら活躍してくれます。さあ、春人さん出てきてくださいね。星5本当に出るのか？一体ですが持ってますので。チャンスがないわけではないのか。では、ドローン。お願いします一体でいいんです。そこまで貴重なのかよ。こんなことならログインだけでも真面目にしてダイヤを貯めておけばよかったよ。入れアユニットの嵐。遠距離攻撃が理想です。どうにか当たってくださいまし。しかし倍率ってどのくらいなんだろうな。シビアすぎてわかりません。鉄砲があって写真は白黒の時代。文明開化から結構時間が経っていると思われます。前回のかぶりです。さあもうそろそろ終わりますね。今回もダメでした。本当に難しいな。この次も引きますよ私は。では自由神ジェノさんを見てみましょう。なんか変なやつだな。このゲームにまともな人はいません。どうやらジェノさんは主人公が好きなようです。主人公には困った相手だな。自由を他人に押し付けるのは感心しませんね。グエニーさんのストーリーを見てみましょう。彼女はメルクと同じく語尾に特徴がありますね。子供だな。しかし彼女の場合理由があります。使えている主の真似をしているのです。それって迷惑なんじゃないのか。それがそうでもないみたいで、尊敬しているから真似をしているそうなんです。その話し方をする主も変わっていると思うがな。大人と子供では同じ喋り方でも、印象は変わると思いますよ。こそこそ話をしているが、悪い話じゃないからいいんじゃない。しかしさっきのユニットの方が星多いのにこっちの方がストーリー長めだな。そうですね。特徴が話し方だけなのでなんて言えばいいか難しいです。コメント難しいな。長すぎるのでちょっと黙って見守りますか。だな。終わりましたか。1ユニットでこんだけ長いのこの子ぐらいだろうな。ゲオニアさんのストーリーです。何か物騒なものを抱えているな。どうやら彼女は自己主張の強い自信家のようです。また変わり者が増えたな。孤独な人よりいいかと思いますよ。ま、そうなんだが。どうやら彼女は植物とお話ができるみたいです。それって危ないやつじゃ。このゲームの世界ではそれができる人がいるのかもしれません。まあ魔法とかある世界だしな。強いキャラだといいですね。発言に見合う強さを期待します。そうだな、出ないと困るぜ。おや、雲行きが怪しくなり始めましたねー。そうか。自己主張があまりにも強すぎます。どうやら彼女には人間の友達はいなかったみたいです。なんてオチなんだよ。次はリズーニャさんです。彼女はどうしても倒したい相手がいるようです。敵討ちか何かか。いえ、どうやらただのじゃれ合いのようです。やっぱり変な奴らばっかりだな。一見まともそうでも一癖も二癖もあるのがこのゲームのキャラのいいところですね。しかし、不意打ちまでするなんて相当だな。ものすごく思い込みの強い子のようですね。そして相手もなかなかの癖者のようです。一見微笑ましい行為なのですが実は、やってしまうんですよ。そうだな。一方的に思い込んでるように感じるのは私だけでしょうか。いや、私もそう思うよ。でも一緒に旅をしているんだね。どういう神経しているんだこいつ。一度決めたら一直線な恋する乙女みたいだね。それはどうかな。まあバカな子供ですね。そうでしかないよここまで来たら。おまけに蝶がつくほどのわがままなご様子。
この子の話も結構長かったな。星の数は関係ないようですね。できれば強いやつであってくれよ、せめて。次はポロさんのお話です。いきなり主人公と何かやっているようです。子供の遊びはよくわからないな。何かすごいことをしているみたいですよ。そして芽生える友情。本当にそうなのか。次はダイナーさんですね。しょうもない話じゃないことを祈っているよ。どうやら彼は友情を押し付ける困った性格の持ち主のようです。暑苦しいな。まともな人はいません。このゲームの常識です。常識がまともじゃねえのか。最後はレヒトさんです。が被っている模様です。ストーリー見れないのか。今回も星5は出ませんでした。難しすぎるだろこれ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。確率何倍の時とかないのかよ。それは私も知りません。